はいどうも、三度の飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで本日の動画は、久しぶりに東京ディズニーランドとシーで売っている雑貨のグッズを、よいしょっと、結構小さそうに見えて重たいんですけど、東京ディズニーランドシーで買える生活雑貨グッズを1万円分購入しました。今回は予算1万円分で身近に使えるものとか、新生活にぴったりな生活雑貨のグッズを買っているので、よかったら最後までご視聴ください。まず1点目に購入したのが、やっぱり東京ディズニーランドとシーに来たら、ランドとシーに来た感じがするグッズが欲しくなりますよね。今回ずっと前からこのグッズ可愛いなって思っていたものを今回購入しました。お家に帰ってもランドとシーのパークフードが楽しめるボールペンのセットを購入しました。ボールペンの4本セットでお値段2000円です。なので1つ500円って感じかな。トゥモローランドテラスレストランで売ってるミッキーハンバーガーや、スイートハートカフェのマイクメロンパン、もうなくなっちゃったかな、セバスチャンのカリプソキッチンで売っていたスーベニアとか、あとはランドとシーで売っているリトルグリーンマンが付いているボールペンの4本セットです。実際に触った感じ、細めのボールペンだね。そこまでキーホルダーも大きくなくて、ボールペンとかには収納しやすそう。インクは全部黒色です。あ、リトルグリーンマンも可愛いな。よく見るとボールペンの外側のイラストはパークフードのデザインになっています。友達に配りやすいのと、ランドとシーに帰った後でもパークフードこれ食べたなとか、また食べに行きたいなとか、余韻に浸れるところがいいなと思ったので今回購入しました。次に買ったグッズは、これも個数がたくさんあって配りやすくて、ランドとシーに行った気分になれるグッズです。東京ディズニーランドシーのミッキー&フレンズが楽しめるグリーティングやショーパレード、思いがたくさん詰まっているクリアフォルダーセットを購入しました。はい、ということで今回はクリアフォルダーを5枚セットを購入しました。このグッズのいいところは、ミッキー花壇とかアクアスフィアプラザとか、あんまり出ないグリーティングトレイルとかもグッズになっています。ビッグバンドビートが好きな方も嬉しいよね。エレクトリカルパレード、トゥンタウンとか、ミートミッキーとかプルートもデザインになっていたり、まずこれがミッキーがメインのクリアホルダーのデザインで、5枚全部違うんだよね。次がミニーちゃん。ミニーちゃんはこんな衣装セットもあって、プラザの衣装、水玉ちゃんとかトレイルとか、あとは、まあ、ミニーちゃんのお家で楽しめるものとか、トゥーンタウンですね。でクリッターカントリーの、まあ、ベリーちゃんとか、ワンマンズドリームがグッズになっていたり、アメフロとかもあります。で次が誰だっけ、あ、ドナルドだ。これはドナルドがデザインされていて、まあ最近じゃ最近だよね、ウッドチャックとかトゥーンタウン、フィルハーマジック、あとはハローニューヨークのドナルドがデザインになっていたり、去年オープンしたばかり、リニューアルしたばかりのグリーティングトレイルのドナちゃんもデザインになっています。で次が、あ、デイジーだ。デイジーはレッツパーティグラとかウッドチャック、あとはミニーちゃんみたいにたくさん衣装があったり、アラビちゃんもある、アラビアンとか、あー、ビッグバンドビートのデイジー、あとはハローニューヨークのこのドナルドデイジー、かわいい。そして最後がチップ&デールだ。まず上がトゥーンタウンで、あ、ガジェットのゴーコースターとかもあるじゃん、ガジェットとか、あとは、あ、ロストリバーデルタの衣装、ポートディスカワリー、トゥーンタウン、わ、これグリーティングやん。でアメフロもある、チップ、デール、クラリス、
ランドとシーのミッキー&フレンズの衣装とかグリーティングとかパレードとかショーが好きな方にはたまらないクリアホルダーの5枚セットになっています。裏側は全部同じデザインで色が違う感じになっています。これ可愛すぎるよね。だってさ、ミッキーのクリアホルダーだったら瞳が映ってるでしょ。エレクトリカルパレードとかグリーティングトレイルがグッズ化してるのも珍しいと思うし、今はなきワンマンとかね、ミニーちゃんのクリアホルダー映ってたり。5枚セットで1000円くらいの金額なので、配りやすいところも東京ディズニーランドシー行ってきた感じがするので、おすすめのグッズです。そして次に買ったのがこのクリアホルダーと同じメインアートが使われているマスキングテープを購入しました。お値段は800円で、さっきと同じイラストでマスキングテープや切り取りタイプとか分かれている仕様になっています。実際に開けてみた感じ、作りは本当に凝っていて、下の空白の場所も文字が書けるスペースはかなり大きくあるように感じます。実際にマスキングテープを貼ってみました。今回は100均のクリアケースにマスキングテープを上下に貼って、自分オリジナルのディズニークリアホルダーを作りたかったのでマスキングテープを購入しました。次に買ったグッズはこれも東京ディズニーランドとシーに来た感じがして、買いやすい金額だったのでいいなと思って購入しました。なんとワンコイン以下の金額のメモ帳を購入しました。表面がランドとシー、プロメテウス火山、シンデレラ城とミッキー&フレンズ、ディズニーのキャラクターがたくさんいて、中がめっちゃ驚くぐらい種類が多くて24種類イラストがあります。これだけたくさん描ける空白のスペースも多くて、好きなキャラクター、今日はラプンツェルにしよっかなとか、白雪姫にしよっかな、プリンセス系もいいけどやっぱりダンボもいいなとか、すごいこの幅広さ、ディズニーキャラクター24種類もある幅広さと、枚数が何よりワンコ以下なのに大量に描ける、文字の描けるスペースも多いし大容量、ランドとシーに帰った後も余韻に浸れる素晴らしいグッズだなと思ったので今回購入しました。次に購入したグッズはこれも友達とかにあげるのに東京ディズニーランドシーに行った感じが伝わっていいなと思ったので購入しました。やっぱりランドに来たらつい食べたくなっちゃうミッキーワッフルのキーチェーンと、ランドとシーに来たらつい食べたくなるポップコーン付きのバズの前にあったポップコーンバケットのキーチェーンを今回購入しました。ミッキーワッフルのキーチェーンは1000円以下の950円で、アークフードのお皿が付いているミッキーワッフルのキーホルダーになっています。バズはちょっとお値段がミッキーワッフルより高い1200円で、やっぱりランドとシーって言ったらポップコーンのイメージがあるのと、もう販売はしてないんだけどバズのポップコーンバケットがちょっと恋しくなったのも僕は含めて今回購入しました。前に売ってた時同様、ここの後ろ側がちゃんと開く仕様になっています。そして次に買ったグッズはこれもワンコイン化の、これもワンコインの金額で、自分オリジナルのグッズを作りたいのと、アトラクションが好きな方におすすめのグッズです。レトロのミッキーとミニーちゃんが楽しんでいるアトラクションがシールになりました。値段が500円でシールなので、ほんと丸い形で、まあ、ここに書いてある通り空飛ぶダンボに乗っていたり、ミッキー&ミニーがですね、アクアトピアとか東京ディズニーランドとシーのアトラクションが珍しくグッズ化されていて貴重だなと思ったので今回購入しました。
お値段がワンコインでアクアトピアとかタワーオブテラー、フランダーのフライングフィッシュコースターとかランドとシーのアトラクションのグッズって結構少ない印象があるんだけど、たくさんの種類がこんな感じでシールで買いやすい金額で出ていて、さっきのクリアホルダーみたいにオリジナルのグッズを作るのにとてもいいんじゃないのかなと思ったので今回購入しました。ちなみにシールの絵柄は全12種類あります。ビッグサンダーマウンテンやジャスミンのフライングカーペットとかがグッズになっているので、よかったら購入検討してみてください。そして次に買ったグッズはこれも大人気商品で売り切れることが多いです。1000円以下の金額で買えるミッキーワッフルのクリップを購入しました。お値段が750円でパークで食べられるミッキーワッフルがそのままクリップになっています。実際に中を開けたら3つミッキーワッフルのクリップが入っていました。まとまったクリアホルダーをこんな感じで挟むのにも使えたりとか、ミッキーワッフル自体が可愛いから置いて飾るのもいいし、あとはポテチを食べた少しだけ食べた時に袋を蓋するのとかに2つ使うのもいいね。パチって閉めて、パチって閉めて使うのにもいいし、パークに帰った後でもミッキーワッフルを使ってランドの余韻に浸れるところがとてもいいなって思ったので今回購入しました。そして次に買ったのがだいぶ前に販売されていたパークフードのプレートが最近リニューアルしました。ついに電子レンジも OK になって深みがあるお皿にリニューアルしたパークフードのプレートを今回購入しました。2018年頃かな、すごいパークフードのプレートそのままパークで食べられるプレートそのままのお皿が売れていて、今回は深みのあるお皿になっていて電子レンジも使うことができるお皿が新登場しました。お値段は1600円でした。プレートの底にはミッキーとプルートがイラストになっています。かなり深みがあります。そして次に買ったグッズはこれもパークに帰った後にパークに行った気分になれるグッズです。今の冬と春の間の時期におすすめです。パークの飲み物の紙カップがグッズになりました。パークのコーヒーとか紅茶とかを飲むときにもらえる紙カップのデザインになっています。容量と耐熱温度とかの記載があったので一応載せておきます。ちゃんとパークフード同様蓋付きで飲む場所もここに穴が開いていたり、もちろん蓋を外せば大容量でそのまま飲むこともできます。しかもこれだけで熱すぎるなって思ったらちゃんとスリーブが付いていて、もう外とかで飲むのでもいいね、こんな感じで。まあちょっと飲み口があるけど、まあ家でもいいし、スリーブもついているし、あとは自分のディズニールームの部屋でパークの BGM を流しながらランドとシーに行った気分にするのもいいんじゃないのかなと思って今回購入しました。はい、ということで以上東京ディズニーランドとシーで買える生活雑貨のグッズ1万円分購入しました。自分が今回買ってよかったって思うのがやっぱりこのクリアフォルダーかな。ランドとシーってミッキー&フレンズの様子というかショーパレードとかランドとシーにいるような感じがするのと、あとやっぱりパークに帰った後でも余韻に浸りたいパークフードグッズ、今回僕が買ってるのって結構帰った後でも余韻に浸れるものが多いちゃ多いんですよね。ただどのグッズもここ良かったなっていうところがたくさんあって、今回1万円分購入したんですけど、どれも買って本当に良かったなって思いました。ぜひこれから春キャンシーズンとか春休み行かれる方の
グッズを買う時の購入検討になっていれば嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、良かったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 動画の概要欄書いてあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。いやー、どれもやっぱいいね、パークフードのグッズって。